インコと楽しく遊べる絶好チャンスはこの仕草だ。こんにちは、きなこのお父さんです。インコやオウムは人間の言葉をしゃべれません。今遊ぼうよと口に出して伝えることができません。しかしインコやオウムはあなたにいくつものシグナル、サインを出しているのです。それは仕草、そして鳴き声、顔の表情だったりします。インコやオウムは言葉が喋れない代わりに鳴き声や仕草で相手に意思を伝えているのです。インコともっと仲良くなりたい、ベタ慣れインコちゃんに育ってほしい、インコ好きな飼い主さんであれば誰もが思い描く夢です。相思相愛、ベタ慣れインコちゃんへの近道はインコちゃんとたくさん触れ合うことです。それにはたくさん遊んであげてコミュニケーションを深める必要があるのです。そして何よりも今遊びたいという気分の時に一緒に遊んであげることがとても重要なのです。インコにも感情があります。あなたが眠い時に遊ぼうって言われても後にしてほしいと思いますよね。あなたが不機嫌な時に遊ぼっかと言われてもあまり気が乗りません。このように人間にも感情があるように、インコやオウムにもしっかりとした意思、そして感情があるのです。気持ちがリラックスしている時こそがインコと楽しく遊べて仲良しになれる大チャンスなのです。言葉を交わせない鳥と人間の間柄、それでも仲良くなりたい人は愛鳥が今何を望んでいるのか理解してあげる必要があるのです。あなたが愛鳥の鳴き声、そして仕草をよく観察するということが大切なのです。インコっていうのは一生懸命に鳴き声や表情、仕草などで自分の気持ちを表現しています。遊びたいというタイミングを測るのはとても大切なことです。赤ちゃんが泣き止んでおむつを替えてほしいのにミルクをあげていては親失格ですよね。言葉は交わせなくても泣き声や表情や仕草で相手に伝えているのです。それをどれだけ観察してあげられるか、とっても重要になってくるということなんですね。インコちゃんが眠い時に一緒に遊ぼうと言ってもまたすぐ目つぶってしまうじゃないですか。それにインコの気が立っている時に無理に遊ぼうとすればつっついて牽制してきます、ね、もっと気持ちが乗らなければプイってどこかに逃げてしまったりしますよね。ではインコがリラックスしている仕草とは一体どんな時なのか、実際にきなこの写真を見比べながら具体例をお話ししていきます。羽がポワーッと膨らんでいます。インコやオウムは体全体が羽で覆われているため、羽の状態からインコやオウムの気持ちを判断することができるのです。こちらはやけにシューッとした体をしていますよね。スマートで凛々しい姿です。いつもより細く見えるときは体に力が入っている証拠です。見慣れないものを見た瞬間、ハッとしてびっくりした際には一気に体が細くなってしまいます。また興味のあるものを発見したりすると興味本位からか体がシュッと細くなるのです。逆に一緒に遊びたい、理想的なのは
体全体が丸みを帯びている時です。心が落ち着きリラックスしている状態です。さらに動きがおっとりのんぼりしていて、天井をねぼーっと眺めてみたりなんかしてね、目つきは優しくて、口元の頬毛もぽわっと膨らんでいる。お腹の羽なんかもぼてっと緩くね、体全体の力が抜けている感じです。こんな仕草をしている時こそが退屈している、つまり遊びたい時なんです。インコにも感情や仕草があります。だからこそこういったリラックスしている時にあなたが一緒に遊ぼうかと声をかけてあげてください。きっとね、羽をプルッとさせて、おっぽをプルプルプルってね、両羽をちょこんと広げて体をほぐすように両足の伸びをしていきます。こうしてインコやオウムは気持ちを切り替えて次の行動へ移るのです。気分がリラックスしている時にナイスタイミングで愛鳥と遊べる飼い主さん、インコからすればこいつ分かってるなぁと、あなたへの信頼度はかなり増しますよ。以上、インコと楽しく遊べる絶好チャンスはこの仕草だをお送りしました。あなたは毎日愛鳥と遊んでいますか？